緊急事態宣言を受けて国と東京都で調整が続いていた休業要請が合意に達し、パチンコ店などが含まれる一方、理髪店や百貨店は外れることが分かりました。なんとか昨日国と整理もできました。実際には明日からということにしたいと思います。関係者によりますと、都が休業要請するとみられる施設はパチンコ店、ネットカフェ、カラオケボックスなど当初から検討を進めていたものが中心となっています。一方で理髪店や百貨店、ホームセンターなどは社会生活を維持する上で必要な施設として対象外となりました。居酒屋については酒類の提供を午後7時までとした上で午後8時までの短縮営業にする方向で調整しているということです。午後2時からの記者会見で小池知事が具体的な内容と休業する施設に対する協力金について説明し、明日から実行となる見通しです。